おはようございます。TZ48 代表の桂田源太郎です。こちらのライブご覧の皆様は、2月8日朝6時10分を少々回りました。それから TZ48 源チャンネル YouTube をご覧の皆様は同じく2月8日午前中です。はい、こちらのライブを、スマホの中に保存した後に、アップロードしますので、時差が生まれたり、保存ができない場合は YouTube の配信ができなかったりということがございますこと、ご了承ください。TZ48 は視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体です。よろしくお願いいたします。はい、こちら、TZ48、ただの全盲のおっさん桂田源太郎が48歳の時に設立した団体、それが TZ48 でございます。そんな TZ48 を応援いただきたい、見守っていただきたいという気持ちを込めて、 Facebook の中にファンクラブアットマーク TZ48 という非公開グループを設置しております。こちらのグループ、ただいま414名の皆様にお集まりいただいております。本当にありがとうございます。はい、ポチ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 押していただくだけでご加入無料でございますので、皆様ふるってご参加いただければというふうに思います。ファンクラブの中にいらっしゃる方はお友達をお誘いいただけると本当に嬉しいなというふうに思います。それからこちらのライブご覧の皆様、スポンサー様のお名前書かせていただいている下 URL が5行ございます。こちらがですね、お友達が出版しました、紙書籍電子書籍のご購入ダウンロード URL でございます。5冊ともに素敵なご著書となっておりますので、ぜひぜひご一読くださいませ。そしてその下にはこちらのファンクラブの会員さんの活動ということで、白杖ポーチ制作くださっている会社のリンクを掲載させていただいております。素敵な白杖ポーチ、白杖を折りたたんで持ち運ぶときにスタイリッシュに運べるというね、はい、白杖ポーチでございます。こちらの、ページも、閲覧いただいて、よろしければご購入いただければ、嬉しいなというふうに思います。はい、それからこんな風に、皆さんも、こちらの朝礼の画面の中でご自身の活動を PR してみませんか。はい、よろしければ桂田源太郎宛てにメッセンジャーなどなどで、お送りいただけましたら、URL なり、コメントなり、何か、掲載させていただいて、毎朝の朝礼で、表示させていただきます。それからファンクラブにお集まりの皆様は、ご自身の活動を、どしどし、自由に投稿いただくことも可能でございますので、合わせてよろしくお願いいたします。それでは吉本さん、おはようございます。徳大寺さん、おはようございます。花ちゃん、イエイ。あ、加藤さん、おはようございます。豊橋にいらっしゃる。丸山さん、おはようございます。川上さん、おはようございます。船岡さん、おはようございます。昨日ゆっくりしました。川上さん、ありがとうございます。はい、ゆっくりして、普段できないことというか、なんでみんな、なんかまあしゃあないですけど、なんでこれ問い合わせとかいろいろなんか手続きすんの、電話ベースが多いんでしょうか。もうそんなん言いながら、僕もそのね、言いましたよね、昨日電話のオペレーターというか取り次ぎ、電話交換っていう仕事してるんで、電話のね、案件がなくなったら僕の仕事、あ、曇りです。青山さん、おはようございます。そう、仕事がね、電話交換の仕事なくなってしまうので、矛盾したこと言いそうですけど、電話でね、なんか電話でやらなあかん手続きって、
仕事してる時にできにくいんですよね、本当に。で、僕がましてその電話を、受ける仕事してるでしょ。だいつ電話かかってくるか分かれへんかったら、まあ、ちょっと待ってって言って、こっちの仕事の電話取るわとかありなんか知らんけど、そういうのなんか嫌いというか、あんまし好まないので、もう平日は電話の手続きっていうか電話でやるような案件、極力、緊急性がない限りはやらんようにしてるんですよ。で、昨日は、お休みいただいてたので、電話で問い合わせしなきゃいけないところに何件か問い合わせしたり、手続きを電話でやったりっていうことを、していました。で、電話の仕事してるけど電話ってほんま苦手。なんか、ね、矛盾したこと言ってますけど、でも電話なんか束縛感ない、電話ってって思ってるんですよ。なんか、いや、友達同士とかやったらいいよ、友達同士とかでもいいドラマのいいシーンの時にかけてこられたりしたら、あー今いいとこやったのにってあるじゃないですか。あの電話ってなんか強制的に束縛するじゃないですか。で、あのお客様とかでも、その かけてきた方がなんか優位に立つっていうのが、なんか納得できないというか、なんかかかってきたら取らなあかんでしょ。で、なんかこの頃通知、番号通知とか出るから、なんかわざわざ感で、なんか折り返してやったのにとか言う人いてるんですよ。僕がまあまあ役所に勤めてるからでしょうね、多分。わざわざ折り返したんやぞって言って、はよつなげみたいなね、物の言い方する人いてるんですよ。いやいや、もう知らん番号やったらもうかけてこんでいいやん別にって思っちゃったりするんですよね。はい、まあちょっとね、愚痴言うてもしゃあないんですけどね、ね、贅沢な愚痴ですね。はい、でもなんか電話は、電話でクレームつけんのとかでも、まあ電話だけちゃうけどね、あ、ずるいなと思うもん。逃げられへんねんもん、こっち。なんかね、ノーガードでいてるところにアッパーパンチガーン殴るようなもんやと思ってるから、そう、オタクはいいよって思うもんね。オタクは腹立ってるか知らんけど、こっちノーガードでオペレーションしてんのにとか思ったりしますけどね。あー、役所、そうそう、川上さんだからね、役所もだからフレックスとかにしてさ、俺はもう早く出んのはいいわ、やるわ、やるよ。8時ぐらいから俺、仕事しますよ。なんなら。8時とかから。その代わり、4時半とかで返してほしい。晩の時間欲しいね。そやから、いや、もう午前中いろいろあんねんって言って、昼からだらっと出てきたいわって言って、3時から9時とかね。なんか、開ける時間なんか長くしたらいいんちゃうかなって思ったりしますけどね。そんな、部局によるやろうけど、役所なんてそんなめちゃくちゃ人数いらへんって。そう、混む時とかは別にして。そやから時差でなんかもっと長く開けれる、会長できるようにしたらええんちゃうかなって。絶対、ね、土日休まなあかんっていう話でもないし、とか土日じゃなくても、晩ね、9時ぐらいまで空いてたら、案外救われる人いてるかもしれへんもんね、役所。いかがでしょうか。そうそう、晩の時間欲しいのは飲みたいからでしょ。当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか。はい、それで今日の話題、ですね、閉じてしまってる。お味噌汁の具、みんな大好きお味噌汁。お味噌汁の具、最強コンビは何っていう、意見を、
これね、なんかね、20代30代の方に取りましたっていうアンケートがあって、でもすごい、あの最強コンビ何って、これ1位を決めるもんじゃないのであれなんですけど、そうそう、交代でね、休日出勤してね、 窓口開けてくれたらいいですよね。あのたまにありますよね、あの土曜日午前中だけ開いてる窓口とか。画面表示、そうやな、9時5時とか決まってたらね。でも第なんかね、第2第4木曜とかだけ8時まで開けますとか、なんかありましたよ。女性約200人に聞いたお味噌汁の具、お味噌汁好きですか嫌いですかって聞いたら、9割の人がお味噌汁肯定派。やっぱ日本人ですね。3つ目の出汁の素にしてもパックにしても、それでは女性9、お味噌汁の具、好きなコンビナカグロ、食材ごとにカテゴライズし、少数派、みだし、みだかける、卵、はざくりかき回して存在感を残すのがおすすめ、小さい頃から好きで、あの少数派、珍しい具材、ニラと卵、でも豆腐、豆腐と何入れますか徳大寺さん、花ちゃん、豆腐と何やろ、ネギ、なんやろな、ニラと卵やって、変わりだね。カブとベーコン、うまいんか、カブとベーコン。ベーコンって洋風やもんな。でも油分、あ、まあでも豚汁があるからベーコン入れてもいいんかな。玉ねぎ、キャベツ、もやし全部入れる、全入れっていう人もいてる。あ、トマト洋風になるの、トマト。お、遅れたって、ようこちゃん、おはよう。あ、豆腐とネギ、加藤さん、棒ネギ。え、遅れて来てくれたようこちゃん、今日は味噌汁の話題やってますよ。味噌汁何が好きですか、具材。卵とわかめ、これは変わりだけね、ちゃうよね、普通あるよね、卵とわかめ、大根と油揚げ、豚汁、豆腐、ごぼう、白菜入れる、これうまい。鍋物の残りを全部ぶち込んで味噌汁にアレンジしましたって書いてる人。青さが入ってれば何でも OK、 最高に美味しくなる。33、豆腐、青さが入ってれば何でも OK、 最高に美味しく、なめこかける豆腐、なめこのぬるぬる感が大好き、豆腐、なめこと豆腐、なめこもうまいよね。はい、これあーあ、野菜炒め用のパックね、もやしとかいろいろ入ってる、それぶち込んだら美味しいよって。あ、じゃがいもと玉ねぎな、鉄板やなそれは。でもね、俺は薄揚げ、揚げさん入れたい。揚げさんよう味染み込むやん。あ、えのきね、じゃがいも、玉ねぎ、人参、鮭まで入れんの、すごいな。これ別に1位を決めるっていう話じゃないんで。あー、かぼちゃの味噌汁好きですって書いてるネットのユーザーさんもいらっしゃいます。あー、えのきも出てますね、えのき大根、えのきと豆腐と長ネギ、えのきとわかめ。あー、えのきね、美味しいですよね。はい、といったところで、これいっぱい出てるんでキリがないので、そろそろ終わりにしたいと思いますが、あ、そうね、川上さん、あのうちら、あの学校の寮に入ってたんですよ。で、寮のね、朝飯の
あの味噌汁、あ、薄揚げと青さ、うん、美味しかったね。うん、あのうちのあの盲学校の味噌汁うまかったね。あれあれな、あの自分でついでよかったやんか。あれでっかい鍋みたいなとこから、あれグーばっかり取ってたもん俺。おたぐさーってお玉入れて具材のとこガバーガバーってすくってグーてんこ盛りにして汁ちょろっと入れてな、おかずみたいにして食べてましたね。はい、僕らのね、川上さん僕の先輩なんですけど、僕らの学校の寄宿舎の懐かしい味噌汁の話題をさせていただいて、それでは皆さんのお名前を、吉本さん、徳大寺さん、加藤さん、丸山さん、川上さん、船岡さん、青山さん、あと、はい、辻中さん、よし、OK、OK かな。あ、ビジネスホテルのあの朝飯の味噌汁も何気にうまいやつありますよね。ビジネスホテルの朝飯いいよね。なんか味噌汁あるし納豆とかあるけど、鮭とかいいとこになったら、そうやけど何気にほらカレーとかあったりするやん。また朝からカレー食おうかなとか思うもんね。はい、それでは今日は味噌汁の話題でお届けしました。皆さん盛り上げてくださりありがとうございます。それではまた明日元気に6時10分にお会いいたしましょう。今日も一日健やかに安全運転でお過ごしください。お相手は TZ48 代表桂田源太郎でした。バイバイ。味噌汁ね、いいっすね。バイバーイ。